どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。こちらね、キネマ旬報社さんの、ツイッターになるわけですけど、2月1日ですね、キネマ旬報ベスト10のね、表彰式が行われました。で、昨日ね、ライブやっていたんですけども、その結果をね、皆さんと共有したいと思いますということで、こちらね、キネマ旬報さんのサイト、公式サイト、キネマ旬報ウェブになるんですけど、2022年第96回キネマ旬報ベスト10第1位作品&個人賞を発表ということで、いやーもうすごいですね。96回？うわー。もう100年近く前ってことですよね。もう100年近く前って言ったら日本何起きてた？約100年前って言ったら、1922年って言ったら、明治維新とか、そのぐらいじゃないですか？日露戦争とか。なんか、ねえ、なんかそのぐらいじゃないかな。よくわかんないけど。1922年って言うと、あれ？そんな、ん？ 1922 年って言うと、あれ？あれか、戦後か。戦後ですね。いや、あれ？戦争終わったの何年だったっけ？ちょっと、パッと思いつかないんだけど。まあ、多分、なんかそこら辺ですよ。やっぱちょっとごめん。全然わかんない。100年前ですからね。すっごい歴史ですよね。あ、100年。いや、第二次世界大戦終わってから多分まだ100年経ってないから、日清戦争とか日露戦争あたりですね。まあ、どちらにしてもね、すごいなと思いますね。100回ですか。これあれじゃないですか。歴代ある、まあ、世界中の、いわゆるこういう映画絡みの授賞式みたいなので、100年も続いてるのってありますかね？あ、でもアカデミー賞も90何回でしたから、95回だかでしたから、あ、同じぐらいですね。じゃあもうそんな前からね、やってんですね。すげえ。はい、そんなわけで、キネマ旬報、さあ、今年のね、ベスト10というか、まあ、ここでね、発表されるのは、すべて第1位、最優秀ですから、で、第2位以降はですね、こちら、明日発売かな？こちらですね、これヤフーショッピングですけど、こちら、キネマ旬報の、2月下旬です。これで、第100位ぐらいまで、何百位までか分かんないけど、発表されているので、まあ、詳しくはね、こちらを見ましょうということで、高いんだよね、いつも思うけど、1800円ぐらいするんですよ。まあでもね、キネマ旬報なんてそうそう買わないんで、この時ぐらいは買ってもいいかなっていうことで、まあもし買ったらね、内容紹介したいと思います。ということで、まあとりあえず最優秀作品ね、見ていきましょうかね。はい、1位はね、何を取ったんでしょうかということで、これ誰ですかね、岸井ゆきのさんですね。さあ、1位は何か、作品賞。はい。作品賞1位はね、ケイコ目を澄ませて、マジか。へえ、やっぱりね、キネマ旬報ですね。そっか、ケイコ目を澄ませて。これはね、耳の聞こえない、まあ、いわゆる聾話者である、この岸由紀乃さんが演じてるんですけど、そのボクサーなんですよ。そのボクサーの物語なんですね。これ僕の動画でもレビューしてありますので、皆さんね、チェックしてくださいね。稽古、目を澄ませて。ね、これはね、素晴らしい作品でしたね。いや、キネマ旬報、さすが分かってますね。まあ、このね、岸由紀乃さんは日本アカデミー賞でもノミネートはされているんですけど、彼女、女優としてね、この稽古、目を澄ませてでの、主演でノミネートはされているんですけど、作品賞はね、ノミネートされてないんですよね。で、よくね、日本アカデミーっていうのは忖度だとか、まあ、要は大手映画会社の持ち回りってよく言われるじゃないですか。でもね、必ずしも実はそうでもなくて、そういうことではなくて、まあ、映画プロデューサーの方に言わせるとですね、別に忖度とかしてるわけじゃなくて、単に、アカデミー賞のね、まあ、要するに投票する人ですよね、会員ですよ。会員の人たちっていうのは、主にまあ、映画業界に、映画に携わる人たちが多いんですけども、だから映画業界の人間だからといって、みんながみんな映画を見てるわけじゃないらしいんですよね。いや、逆に、かえって僕の方が見てるぐらい。まあ、年間多分、100本ぐらいの人だと、まあ僕が160とか200本ぐらい見るんですけど、年間、その年のね、1000本ぐらいある中の映画の中で、
まあ、100本ぐらい見てるとするとですね、まあ、ある程度の対策とか話題作で終わっちゃうんですよ。だって洋画と邦画合わせて100本ですからね。だからまあ邦画そのうち50本とか60本だったとしても、結局、その作品っていうのはまあその年の、まあ、ある程度対策とか話題作とか有名作なんですよね。で結局映画業界の人たちもみんなね忙しいからそんなにね言うほど映画見れてないみたいなんですよ。だから見ちゃうのはまあ、大作、有名作品、あと話題になってる、そんなに、まあ、インディーズとかミニシアター系であってあっても、まあ、話題になってる作品は目を通しとかなきゃまずいなっていうことで、そういう作品は目を通すわけですよね。だからもっとね今年去年2022年優れた日本映画ってたくさんあったと思うんですけども、まあ船外に漏れてしまうのはそもそもその選ぶ側の人たちが、まあ、その映画見てないわけですよね。だからどうしてもインディーズとかミニシアター系の映画っていうのはもうそもそも見られてないから漏れてしまうんですよ。対象から外されてしまうわけですよね。まあ要はもうちょっとそのアカデミー会員の人たちがたくさん映画見てくれないことには、本当に優れた映画がね、選ばれないってことにはなってしまうわけなんですけど、まあこれはまあ一生アカデミー賞はね、まあお祭りみたいなもんだからこれはこれでしょうがないのかなと思います。でもその分やっぱりキネマ旬報ともなりますと、まあある程度やっぱり映画を見てる人たちが選ぶ賞なので、まあ評論家とか批評家とかは含めてね、多くの映画を本当に見ている人たちで選ぶ賞なので、やっぱりそのアカデミー賞とかに比べると精度が高いと言いますかね、中にはこんな映画あったんだっていう映画まで結構こう選ばれていて、まあ僕もね毎年チェックしてますけど、まあ僕もなんだかんだ言って偉そうなこと言いながらね見れてないですからね、年間200本も見れてないですから、あまり偉そうなことは言えないんですけどね。まあそんなわけで、まあキネマ旬報ともなるとですね、やっぱりこういう本当の良作がですねちゃんと選ばれるのはやっぱり嬉しいですよね。そしてその代わりね、ちょっとクロート向けになっちゃうんですよ全体として。これなんかそうでしょ、外国映画作品賞リコリスピザですよ。トップガンマーベリックでもなく RRR でもなくリコリスピザですからね、これ選びますかね。これある程度ちょっと往年期のね、映画業界、映画のプロデューサーの名前とか知らないとこの映画ね本当の意味で楽しめない映画なんですよ。まあ僕の動画でもねレビューしてあるのでぜひチェックしていただきたいんですけど、これね、日本人が見てこれ面白いと思える作品じゃないと思うんですよね。ある程度映画業界、要するにハリウッドの映画事情に詳しい人じゃないとちょっとこの映画楽しめない。でも逆に言えばやっぱりキネジュンみたいなね、選んでる人たちっていうのはその業界に詳しいので、この映画を本質的に楽しめることができるということで、まあこれはちょっとね、あ、いい意味でも悪い意味でもちょっとクロート向けかなと思います。これ普通僕たちみたいなのが見てもこの映画そんなに面白いとは思えないんですよね。リコリスピザ一応ね、去年の前回のアカデミー賞にもノミネートはされてましたけどね、ノミネートはされてたけど受賞はできなかったですね、この映画。そしてこの文化映画作品賞ということで、はい、私の話、ブラックの話、これね見たかったんだよね。ドキュメンタリー映画ですよ、ブラックのね。でこの映画ね、なんで見なかったかっていうと205分もあるんですよ、上映時間が3時間20分ぐらいあるんで、ちょっとそこでね見るの躊躇しちゃったんですよね。行けば、今思えばね見に行くべきだったなとすごく後悔してるんですけど、フィルマークス評価もね結構高かったですね、この映画は。はい、これは見ておくべきだったなぁと思ってます。本当にもったいない。そして何、個人賞って何ですかね、個人に与えられる賞って意味か。まず監督賞は、高橋、これなんて読むんですかね、坂明智明さんですかね、監督。あ、夜明けまでバス停で、これ板谷由加さんの主演のね、僕の動画でも、レビューしてありますね。あれはどこだったっけ、渋谷区の、ホームレス女性ホームレス殺人事件をモチーフにした、どこだったっけ、あれ世田谷の名前が出てこないんだね、笹塚だ、笹塚のバス停で実際にホームレスの女性が、まあ男性になんか殺された事件があるんですけど、まあそれをモチーフにした、その女性をですね板谷由加さんが演じてるんですけど、その板谷由加さんが普通の生活、普通の女性なのにどんどんホームレスに転落していくってお話なんですよ。
で、ちょっとね、終盤はね、少し左翼的な話になって、ちょっとおかしな方向にね、斜め上の方向に向かってはしまうんですけど、この映画ね、面白かったですね。僕も、レビューしてますし、確かおすすめしてるんじゃないかな。あと、仙外でしたけど、去年のベスト10の、まあ、仙外の方で紹介しているんですよね。はい。これね、やっぱり、キネジュン、分かってますね。この映画をね、ちゃんと選んできてくれるのは、個人的には嬉しいですね。脚本賞。脚本はどうかな？ちょっとね、ストーリーラインがね、斜め上に行きすぎなんですよ。ちょっと、なんか学生運動やってた人が、ね、学生運動大好きおじさんたちが作った映画って感じはするんで、そこが鼻につくところではあるんですけどね。脚本はどうかなと思いましたね。そっか、脚本か。だったらまだ稽古の方が脚本いいような気がしたんですけど、まだ他にもね、去年優れた日本映画はね、脚本的に優れた日本映画結構あったと思うんですけどね。そして外国映画賞が、監督賞がペドロ・アルモドバルですね。パラレル・マザーズ、これもね、素晴らしい映画でしたね。これを赤ちゃん取り違えを題材に描いた映画でしたけど、これもね、傑作でしたね。僕の動画でももちろんレビューしています。ね、これも確かね、ベスト10には入れたっけ？入れなかったっけ？まあもう、ほぼベスト10に近い映画ですね、去年の。そして、主演女優賞は、もうなんといっても岸由紀乃さん。もう去年これだけ映画ね、出てるんですね。僕が見たのは、稽古と、神と、ね、あ、この稽古と神だけだ。チャーリー見てないし、やがて運命とどこも見てない。まあ、神もなかなかね、面白かったですもんね。岸由紀乃さん。やっぱり岸由紀乃さん今ね、すごいなぁ。僕が岸由紀乃さんを初めて認知したのは、まあ結構まだ最近なんですよね。愛はなんだ？愛はなんだでしたっけ？白石和也監督の。あそこら辺から岸由紀乃さんという人をなんか僕の中では認知してましたね。やっぱりね、なんかブサ可愛いというか、演技力でね、やっぱり演技女優さんですね。何やらせてもちゃんと仕事をするし、この今回このね、老和の女性ボクサーの役、難しい役だったと思うんですけど、まあ、なんか岸由紀乃さんが主演するって聞いて、もう映画見る前から、あ、これはもう傑作間違いないなって、もう岸由紀乃さんが演じるんだったら、間違いないなと、もう安心して見て、見に行きましたけど、まあ、期待以上の演技、期待以上の仕事をされていて、いや、とても素晴らしい映画でしたね。はい、おすすめですよ。そして主演男優賞は沢田研二か。ああ、これ見てないんだよな。土を喰らう12ヶ月。見ようかなと思って、なんかちょっと足が遠のいてしまった。見とけばよかったな。これいい映画だったんですかね。感想、見た方はどうですかこれ。よかったですか。そして助演女優賞が、広瀬涼子さん。ああ、まあ広瀬さんね、本当綺麗ですよね、この方。なんか、年を取ってから綺麗になっていく女優さんって、まあ結構数少ないと思うんですけど、やっぱり若い時の方が皆さんお綺麗なんですけど、僕はね、広末さんは若い時より今の方が好きですね。なんかしっとりとした感じがして。数少ないですね。若い時はそんなにいいと思わなかったのに、ある程度年齢を重ねてきて色気が出てきて、ああ、綺麗だなとか、いいなと思う女優さんってそんなにいないんですけど、僕の中ではね、広末涼子さんと竹内優子さんですね。あと井川遥さん。この3人はね、歳を取ってから魅力的に感じるようになりました。若い時はね、そんなに魅力感じなかったんですけどね。はい。助演男優賞は三浦友和さんですね。あー、なるほどね。まあ、今回、三浦友和さんの出た作品は全て見てますけど、あ、いずれも良かったですね。で、稽古を目を覚ませては、ボクシングジムのね、オーナーでしたね、会長。まあ、稽古を育てていく、稽古をね、温かく見守る、ボクシングジムの会長で、まあ、この、彼の存在があるからこそ、その、スタッフたちもついてくるみたいなね、やっぱりカリスマ性あふれる人物、会長だったんですよね。やっぱりね、三浦友和さん、そういう役を演じるとね、本当に、やっぱりこれ、説得力がないと、この物語どうにもならないんですよ、この映画は。三浦友和さんが光らないとね、この映画どうにもならないんですよ。で、まあ、確かに岸由紀乃さんの主人公の役は本当に素晴らしかったんだけど、まあ、なんだろう。この映画の
成功の立役者は僕は岸由紀乃さんではなくて三浦友和さんだなと思いましたね。やっぱりあの役が光らないことにはね、もうどうにもならない映画だったんですけど、まあ期待以上というか、やっぱり素晴らしい演技を見せてくれたので、とてもねこの稽古目を澄ませて僕も大好きなんですよ。でなおかつ同じ師匠役でね、まあ師匠的な立場で、主人公の師匠的な立場で、こう線は僕を描く、これも素晴らしい映画でしたよね。これも非常に良かった。まあ若手の役者さんたちね、清原果耶さんとか、横浜流星さん、若手の役者さんたちもねものすごい光っていたんですけど、やっぱりあの映画を本当の意味で光らせたのは三浦友和さん演じるあのね、水墨画の師匠ですね、先生素晴らしい方ですね。まあ確かに三浦友和さん助演男優賞、これはもう納得ですね。はい。そして新人女優賞がこれなんて読むんですかね、嵐里奈さん、ラン・里奈っていうのかな、ちょっとわかんないです、ごめんなさい。これ見てないんですよね。これ見とくべきだったと後悔した作品、去年もね、マイスモールランド、これはね見ておくべきでしたね。これ素晴らしかったらしいですね。見てないんですよ、ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲んだ。いやーそっか、去年も160本か70本ぐらい見てるんですけど、まだまだね見落としてる映画多いですね。これもね見ようと思っていたんですけど、なんか、ね、結構ね映画っていうのは、映画館に足を運ぶっていうのは結構エネルギーがいるんですよね。なんか行こうってならないと、まあ僕の家からね、あの映画館ってそう遠くはないんですよ。電車で本当に 4,5 分で乗ればもう着きますからね。こっからね、ドアトゥドアで渋谷なんか もう本当に電車の待ち時間がなければ12、3分で着くんで、そんなに、ね、ハードルは高くないとはいえ、やっぱりこう映画館に足を運ぶっていうのはこう、よっこいしょっていうね、なんか、モチベーションが必要なんですよね。結構、1週間のうち映画館に行こうっていうモチベーションが本気で出るのって、1週間のうち2日か3日ぐらいなんですよ。あと4日ぐらいはね、もういっかってなっちゃうんですよね。まあ別に自分に義務付けているわけではないんだけど、やっぱり僕はね、映画をたくさん見ることでインスピレーションを得ていくタイプの人間なので、作家である自分としても映画っていうのを見るっていうことはとても重要な作業なんですよね。仕事なんですよ。映画を見てインスピレーションを受けたり勉強させてもらうっていうのはね、僕の中ではとても重要な位置づけなので、今ものすごくね、今ちょっと僕あんまりね作品書いてないのは、今インプットに走ってるわけですよね。今ちょっとねインプット状態です。はい。まあ3月にねまた新刊出ますけどね。というわけで、新人男優賞が、はい、目黒蓮さん。まあ今年はもう新人男優って言ったらもうこの人ですね、目黒蓮さん。もうまさに今年はもう目黒蓮の年だったと言っても過言ではないですよね。これジャニーズの方で、キンキキッズじゃなくて、平成ジャンプじゃなくて、ごめんなさい、ちょっとね、チーム名忘れちゃったんですけど、ねえ、名前が出てこないんだよね。ちょっと調べる。ちょっとスマホで調べる。あ、スノーマンだ、スノーマン、スノーマン、スノーマン。うん。スノーマンのね、方ですね。いやー、まあ、本当に、まあ、演技力も、まあ、マスクもいいですしね。やっぱり演技力も光ってますし、ただ、この方ね、なんか、合う映画、合わない映画ある気がするんですよ。なんか、今度、なんか、ちょっと、コミック的な映画なんか出るでしょ、なんか、あの、時代劇的な、なんつったっけ。なんとかみおさんの今村、今井美代、なんだっけ、可愛い女優さんと共演する映画。あれ、なんか予告編見る限り、なんか、三浦蓮さんのイメージと全然合ってないな、ビジュアル的に合ってないなと思ったんですけどね。まあ、彼はね、やっぱり普通の現代の好青年を演じさせるのが一番合いますね。土の満ち欠けもね、非常にいい演技だったけど、映画自体が変な映画でしたね、この映画。土の満ち欠けも、日本アカデミー賞ね、作品賞にノミネートされてますもんね。これがノミネートされてて、なんで稽古がノミネートされないんだって思いました。はい、そして、読者選出日本映画監督賞、三宅さんですかね、この、三宅?稽古、目を澄ませて。やっぱ読者も、キネジュンの読者も、
やっぱりこの稽古はね、高く評価していると。そして読者選出外国語賞は、監督者はシアンヘダとかコーダですね。あ、はい、コーダ愛の歌、これも納得です。はい、あとは特別賞は小林信彦さんということで、小説の執筆と並行して喜劇論からエンタメ、な、僕あんまこの人知らないんだよな、名前は聞いたことありますけどね、小林信彦って、あんま知らないんだよな。というわけで、はい、まあ、こんな感じでね、まあ主要の賞で、まあ他にもなんか照明とか衣装とか音楽とかないのかな、そこら辺はなかったのかな、ちょっとごめんなさい。記念順どうでしたっけ。で、明日ですね、こちら記念順の、ね、2月下旬号、この記念順ベスト10、まあ、おそらくキネマ旬報1年で年間通して一番売れる号ですよね、これがね、記念順ベスト10。僕もね、結構時々買ってたりはしてたんですけど、去年は買ってなかったっけ、どうだったっけ。一回あれですよね、この動画で記念順買ってきて、その内容をね、お伝えする動画も作ったことあるんですけど、あー、これさ、思うんだけど、動画でさ、記念順の中身を映すのって、これ著作権的に問題あんのかな。ちょっとごめんなさい、僕も法律的なあんまり作家やってるくせに著作権全く無頓着なんで、全然気にしたことないし、著作権っていうのはどうなんだろう。雑誌とかの表紙とか、あとこの中身ちょっと映したり、動画で映すとか、あとまあ写真でパチってやったのを動画に、ネットに載せるっていうのは、これダメなんですかね。まあネタバレになっちゃうもんね。ダメかなのかな、どうなんだろう。はい、まあそんなわけで、ちょっとよくわからないんですけど、まあね、明日もしかしたらちょっとこれ買って皆さんとね、動画でお話ししようかなとも思っております。はい、皆さんはね、どうですか、この稽古まだ見てないですかね。今もまだね、東京だったらテアトル新宿とかでまだね、上映公開されていると思いますので、もし興味があったら、この映画とてもいい映画なのでおすすめできます。この映画はね、おすすめできる映画なので、ぜひ皆さん劇場に足を運んでみたらいかがでしょう。リコリスピザはね、正直これ選ぶかなっていうね、まあまあこういうのを選ぶところが記念順なんでしょうけどね。まあ素直にね、トップガンマーベリックとか RRR を選ばないあたりがね、俺分かってんだぞ的な、俺分かってんだぞ的なねいかにもね、映画通の矜持ですよね。まあ、今年、映画通の教授としては、トップガンマーヴェリックと RRR は選ばないと。俺あんなもの見てねえし、みたいな。あ、あとアバターね。俺アバターとか見てねえし、みたいな。トップガンマーヴェリック、何それとかっていうタイプですかね。RRR、あー、なんか今話題になってるらしいね、みたいな。はい、そういうね。それで選ぶのがリコリスピザっていうね。こんな映画ね、選んでる時点で女にモテませんよ。ねえ。はい。素直にね、トップガンマーヴェリックとか選んどきゃいいのに。ねえ。リコリスピザとかさ、いかにもなんか俺、映画わかってます感が出てるよね。なんかこう、もういかにもマウント取ってます感も強いよね。もうなんか、もうこう、リコリスピザを出すことでもうマウント取ってるよね、これ完全に。やだやだ。やだやだ。ね、稽古はまだね、わかるけど、リコリスピザはちょっとマウントだよな。こういう映画を選ぶ俺、かっこいい、かっけえみたいな感じですかね。あの映画面白いか、そんなに。この映画そんな面白いかな。今一つピンとこないな、納得できないですね。もっとね、まあこれはね、ある程度この映画業界、プロデューサーの名前とか、そういう裏話、そのプロデューサーのバックグラウンド知らないと、この映画ね、なんでピザなのとか、ピザやってんのとかね、わかんないことだらけなんですよ。あの物語がね、設定がね、結構ね、わかんない。なんでこういう設定になってんのっていうのが全然わかんなくて、あとで調べてみたら、あるプロデューサーのバックグラウンドをそのまま再現したみたいな話なんですよね。だって日本の、今日本人って日本映画のね、日本のプロデューサーの名前だってみんなほとんど知られてないのに、ハリウッドの
役者とかならともかく、プロデューサーですからね。知らねえよって話ですよね。ハーベイ・ワインスタインぐらいじゃないですか？ねえ。ミート運動で有名になった。知ってると言ったらね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今年はこんな感じですけどね。2位以降が気になりますね。ベスト10っていうか、ベスト10っていう以上、まあ、10位まであるわけですけど、そうだね。一応明日ちょっとね、雑誌買って、またちょっと、検証、中身ね、検証してみようかなと思います。はい。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。